田川修。娘たちを人質に取った田川、その目的はただ一つ。これが紅空手、守るための空手。された姉、紅彩花。連れ去られた妹、紅夏樹。目の前で持ち去られた紅宗次郎の黒帯。物語はここから始まる。死んだんじゃないか？
最近子供の需要が急激に高まってきています。この子たちは外見はまだ幼いですが高度の格闘技術を身につけています。殺人の英才教育。はい、誰もこのような子供たちを警戒しません。その分ビジネスの幅が驚異的に広がります。当然だ、10年かけたプランだからな。キースによると本格実用も間近だと。分かった、進めろ。かしこまりました。片稽古か、古臭い。やめさせろ。最新の技術を叩き込むんだ。あれか、紅彩香、本物かな。試してみるか。それもしかして空手？なんだ君たちは。俺たちと組手してくれない？君たちね、空手は一撃必殺の格闘技だよ。子供の遊びじゃないんだよ。え？一撃必殺？すごそう。教えてもらいたいな。俺が怖かったらこの子が相手するけど。やっちゃえ！You lose. You die. Stop!
あいつを使え。さくらだ。紅彩香と会ってるんだろ。今度は黒帯を奪いに行かせるんだ。しかしさくらは。だからいいんだよ。されるかと思ったが、守るためのもの。紅彩香は空手は守るためのものだって言ってた。は？何言ってんの？誰かに聞かれたらマジで殺されるよ。紅宗次郎は伝説の達人だ。お前たちのご先祖様、その血を引いてるお前たちはきっと強くなる。大切な人、大切なものを守るために強くなるんだ。あなた、どうして私の名前知ってたの？紅宗次郎の黒帯？知ってるの？空手は殺すためのもの？それとも守るためのもの？
これが紅の構えだ。絶対に忘れない。この構えをする人がいたら味方ということを言いにして。狙われてるよ。お互いに。お互いに呼吸を合わせて相手と同じ動きをする。呼吸を合わせる、気を合わせる、それが気合だ。はい、気合制覇始め。この気合は紅家だけのものだ。呼吸で体を引っ張れ。これが紅の構えだ。絶対に忘れるな。昔の武術家たちは構えで敵味方を判断した。だからこの構えをする人がいたら味方ということを意味して。いいな。黒帯は手に入れたか。失敗したのか。分かってるよな。お前の勝てる相手じゃない。死にたければ負けろ、生きたければ倒せ。
紅の血が目覚めたか。教えて。私は誰？気づいてるんだろ？お前は紅夏樹、紅彩香の妹だよ。妹？お前の父親も俺たちが殺したよ。伝説の黒帯を奪うためにな。じゃあ